皆さん、こんにちは。トレンドリアです。今回は、これまで日本で起こった韓流ブームを振り返ってみよう、についてお届けしていきます。近年は、日本で常に K-POP アイドルが注目されていたり、アイドルのみならず、韓国ドラマにも注目が集まり、俳優の人気も、すごく高いですよね。では、皆さんは日本にいつから韓流ブームが起きているのか知っていますか？そしてどんなきっかけから、日本で韓国アイドルや韓国ドラマが注目を集めるようになったのか知っていますか？今回は第1次韓流ブームから第4次韓流ブームまでご紹介するので、ぜひ最後までチェックしてください。それでは早速見ていきましょう。第1次韓流ブーム。2002年に日韓サッカーワールドカップが開催されたことに続き、2003年から2004年に放送された冬のソナタが大ヒットしたことにより、日本は韓流ブームが巻き起こりました。これが日本の韓流ブームの始まりとも言われています。冬のソナタは、日本で爆発的大ヒット。俳優で、ヨンジュンはヨン様の愛称で呼ばれ、中高年女性のアイドル的存在になりました。そんなヨン様が来日した際には、あまりのかっこよさに気絶してしまう人も、それほど社会現象にもなり、韓流というワードが一気に日本に広まりました。そして、K-POP アイドルグループ東方神起が2005年に日本で活動を始め、若い層にも人気を集め、韓国への関心が高まっていきました。同年2005年に NHK で放送された宮廷女官チャングムの誓いは、これまでの人気の幅を超え、中年男性からの注目も浴びました。第2次韓流ブーム。2010年頃、 K-POP グループが次々と日本に進出。あっという間に時代は第2次韓流ブームの時代へ突入しました。から少女時代、ビッグバンなどの韓国で勢いのある人気グループが日本でも注目を集め、 K-POP が大衆化しました。その頃、日本で大流行していた K-POP はカラー、ビスター、ジャンピン、ゴーゴーサマー、少女時代、ミスタータクシー、ビッグバン、ファンタスティックベイビーです。2011年にはカラ少女時代東方神起は紅白歌合戦に出演し、さらに人気を高めました。そしてドラマではイケメンですねなどをきっかけに、韓国ドラマも再び注目を集めるようになりました。このドラマの主演を務めたチャン・グンソクは、グンちゃんの愛称で親しまれ、今でも幅広い年齢層の方々から人気です。第3次韓流ブーム。皆さんもこの第3次韓流ブームは記憶にも新しいのではないでしょうか？2016年から2017年頃には、日本のみならず世界へと羽ばたくアイドルが続出。 BTS、 TWICE が大人気。特にTWICE には日本人メンバーが在籍していることもあり、同じ日本人が海外で活躍している姿に感銘を受けるファンも多くいました。今でも男女問わず人気の韓国アイドルグループの一つです。またこれまでとは違った韓流ブームがこの第3次韓流ブームでは起こります。韓国料理ではチーズタッカルビやチーズハットグなど、チーズを使ったグルメが大流行。新大久保にはこのような韓国料理を求め、若い女性たちで溢れ返りました。その他、SNS ではオルチャンメイクが大流行。韓国コスメも注目され、韓国コスメを求め、渡韓する日本人も増えました。第4次韓流ブーム。時代は2020年。コロナ禍の中、渡韓をすることも難しくなり、さらには次々とイベントが中止になり、推しに会う機会も格段と減り、過去のライブ映像を見返す日々が続きました。そんなステイホームで、再び韓国ドラマは火がつきました。イテウォンクラスや愛の不時着は日本と韓国の両国で大ヒット。また韓国映画パラサイトも日本で大ヒット。アイドルのみならず俳優を推しにする人も増えました。これまで人気だった韓国俳優たちもさらに勢いを増し注目を集めました。グルメではカルボナコーヒーが大流行。泡立て器を使ったりペットボトルを使ったりして、一手間加えて作ったカルボナがいつにも増して美味しく感じましたよね。タルゴナコーヒーは作る過程も子供も一緒に楽しめると話題になりました。いかがでしたか？今回は日本で起こった韓流ブームについてご紹介しました。皆さんはいつ頃から韓国にハマりましたか？今回紹介したものの中で、皆さんが韓国を好きになったきっかけのアイドルや出来事があったり、一度はハマったことのあるものもあったのではないでしょうか？まさか自分が韓国にハマるはずがないと思っていた人も、気がついたらということがあるのでは？そんな誰もを魅了する韓国ですが、これからどんな韓流ブームが日本で起きるのか楽しみですね。皆さんもぜひチェックしてみてください。